ファンにブチギレた赤星憲広。2008年の阪神対ソフトバンク戦。この試合は9回まで2対1とソフトバンクがリードしていた。しかしこの回からマウンドに上がったホールトンがピリッとせずノーアウト満塁とする。ここでダイソーで途中出場していた赤星が打席へ。カウントはフルカウントとなりますが赤星が綺麗に流し打ち。ランナーが2人帰って3対2と逆転。その後さらに2点を追加し試合はゲームセット。5対2で阪神が勝利したこの試合のヒーローインタビューには赤星が選ばれる。これはテレビ向けのものであり、球場内に音声は届いていなかった。それにもかかわらず、客席からお前の喋ってる声聞こえねえよとのヤジが飛び、さらにはあまりにしつこく、お前いい加減にしろよ、聞こえねえだろなどといった強烈な罵声が、これで赤星もついに堪忍袋の尾が切れ、入ってねえんだよ、この野郎おめえと巻き舌気味に客席に言い放ちブチギレ。しかしすぐに冷静さを取り戻し、やや苦笑いと戸惑いの表情も浮かべてその後のインタビューに答えたのだった。